今回は100均のものを主にあるといい必須アイテムを使ってレオパードデザインご紹介しています。それではメインの指からやっていきます。今回メインが中指になってきますので、ベースに茶色のシースルーのカラーを引いた状態からスタートです。で、根元の部分にですね、だいたいこんな感じで、ベージュのカラーを入れ込んでいってください。ここに、レオパード柄描いていきたいと思います。100均のカラージェルは未硬化ジェルが出ないタイプなので、100均のカラージェル使われるときはですね、このままアートをしていきます。通常のカラージェルの場合はですね、未硬化ジェル拭き取っていただいた方がアートがしやすくなってくると思います。ではこのレオパード柄を描いていくんですが、今回ですね、ちょっと細かめのレオパードをですね、描いていきます。柄を2、3個ですね、しっかり描いていただいて、あとは間を埋めていくような感覚で描いていただくとバランスがいいです。で、硬化していただいたらですね、ここの上に、100均のベースコートの中にベルベットパウダーを入れていきます。レオパードの毛をですね、このベルベットで表現していきますので、クリアジェルが少し多めでですね、毛を混ぜて、ベルベットの毛を混ぜて作ってください。で、先ほど描いたところにですね、上から塗っていくんですけれども、ちょっと見にくいんですが、こんな感じでほんのりですね、ベルベットの毛が入っているような感じで大丈夫です。で、硬化していただいたら、一度ここでトップジェルで仕上げていきます。この境目のところにですね、黒で線を引っ張っていきますので、その時にですね、このやっぱり段差で黒の線が綺麗に引けないといけないので、ここで、段差をなくすためにトップジェルコーティングしています。で、一度拭き取っていただいて、100均の黒のジェルですね、こうやってパレットに置いていただいて、ラインを引っ張っていきます。細筆に変えていただいて、この境目のところにですね、できるだけ細めに黒のラインを引っ張っていってください。この100均のカラージェルなんですが、少し柔らかめなので、あまり極細となるとなかなか引きにくくなるんですが、これくらいであれば引いていきますので、これくらいで引いてみてください。ではここでですね、もう一度トップジェルで、最終的にですね、仕上げていきます。表面はですね、根元のところはカラーと、レオパードが乗っている分ですね、厚みが出ているので、先端の部分にちょっと厚みを出すような感じで、光のライン通して綺麗にコーティングしてあげてください。そしてここからですね、これ新しく購入した、教えていただいたんですが、100均のノンワイプマットコートを購入してみたので、早速ですね、使ってみたいと思います。このレオパード柄のところをですね、マット仕上げにしていきますので、どうしてもあれ、刷毛タイプのものだったので、パレットとかに移して、実際私、こういった筆でですね、塗っていただいた方が塗りやすいかなと思いますので、こんな風に塗っていただくといいかなと思います。ムラがないように綺麗に塗ってください。で、一度硬化していきます。拭き取り不要のものだったんですが、普段私が使っているものとほとんど同じような感じでですね、マット仕上げになっていきます。では続いてですね、人気のアクセサリーネイルもですね、一緒に合わせていきたいと思います。アイシングジェルを使って、こんな風にですね、同じように線を引くような感じで膨らみをですね、つけていただいて、その後にですね、ミラーパウダーでこすりつけてあげてください。で、余分なところ、こういった綿棒にですね、エタノールとかを染み込ませていただいて、取っていただくといいかなと思います。続いて少しですね、ちょっとアレンジをしていきますので、このネイルアクセサリーのこのラインのところの下にですね、100均のスタッツセットを使ってこんな風に少しアレンジしてみました。で、このスタッツもですね、埋めていかないといけないので、ノンワイプトップコートで、この部分をですね、コーティングしてあげてください。はい、こんな感じで完成です。では早速ですね、もう一度全体の流れでご紹介していきたいと思います。まずはカラー作りからです。まずはレオパード柄のベースにしていくカラーなんですが、ベージュのカラーを作っていきます。白をベースにですね、少しベージュのカラー、そして黒、茶色を入れて、少しグレージュのちょっと柔らかいような感じのカラーですかね。というふうにあまり濃すぎない感じでですね、こんなふうにベースは作ってあげてください。続いて合わせに使っていくカラーですね。焦げ茶を少し透ける感じで作っていきますので、黒と茶色をですね、混ぜて、で、ちょっと黒を強めにしていただいた方が、シースルーの時ですね、いいので、黒を少し強めに作っていただいて、クリアと混ぜておいてください。そして次、続いてレオパードの柄をですね、焦げ茶のカラーで作っていきますので、先ほどのクリアを入れないものと同じなんですけれども、黒と焦げ茶、黒を強めにこんな風に作っておいてください。では早速塗っていきます。今回ですね、レオパード柄のデザインになりますので、小指、人差し指のちょっと外しの指はですね、割とシンプルめで、押さえ目で作っていきたいと思います。ですので、小指、人差し指は、先ほど作った、焦げ茶のシースルーのカラーをですね、ベースに引いていきます。できるだけ濃すぎずですね、濃いものを薄めに薄めに伸ばして、こんな風にですね、薄めのシースルーを作ってあげてください。で、続いて中指。こちらメインの指になってくるんですけれども、根元の部分からは先ほどご紹介をしましたが、この先端の部分はですね、同じようにシースルーのカラーをですね引いてあげてください。そして続いて親指なんですが、親指にはですね、この縦半分がシースルーで、縦半分がレオパードというような感じの配置にしていきますので、縦に塗ってあげてください。では続いてレオパードのベースのカラーですね、塗っていきたいと思います。で、この薬指なんですが、今回人気のネイルアクセサリーを合わせに一緒に使っていきますので、ちょっとそれにですね合うような感覚で、ちょっとアクセサリーっぽい感じのレオパードを作っていきますので、ピアスとかアクセサリーによくある形なんですけれども、ちょっとリングなんですが、変形したリングのような感じで表現していきますので、まず周りをですね囲っていただいてから、内側をこんな風に変形してあげると面白いと思います。で、続いて中指はですね、先ほどご紹介しましたので、少し早送りで進めさせていただきます。今回レオパード柄を薬指、中指、そして親指に入れ込んでいくんですが、同じ柄でもですね、同じように入れていくのではなく、入れる形をですね変えていただくと、すごく面白みのあるデザインに仕上がってきますので、こんな風にですね縦に入れていただいたり、リング状に入れていただいたり、半分に入れていただいたりというような感じでアレンジしていただくといいかなと思います。ではここからですね、レオパード柄描いていきたいと思います。通常普段のネイルはですね、私こういったレオパード柄だったりとか、アートをしていくときはアート用のジェルを使っていくことが多いんですが、この100均のカラージェル、黒と、ブラウンのカラーを混ぜたから少し柔らかめなんですが、これくらいのレオパード柄であればしっかりとこんな風にですね描いていけることができるので、細筆を使ってこんな風に描いていただくといいかなと思います。レオパード柄を描いていくバランスとしては、先ほどもお伝えしました、まず主役になってくるこのレオパードの柄をですね、だいたい3つか4つぐらいですね、爪の長さに応じて変えてください。それを描いていただいて、その間にですねちょっといびつな、点々みたいなのをですね描くような感覚で描いていただくとバランスが取りやすいと思います。続いて中指のメインと同じようにですね、ベルベットとベースジェルで混ぜたものですねを上から毛を表現していきます。こんな風にベルベットパウダーをですね上から重ねてあげることによって、ちょっとよりリアルな感じのレオパード柄が表現できますので、割とこのベルベットパウダーはネットとかで検索していただいても結構お手頃な値段で購入することができるので、ベージュだったりとか黒、あと焦げ茶といったようなカラーはですね、これから冬にいろんな用途で使っていけますので、持っていると便利かなと思います。ベルベットパウダーをですね塗っていただいたら、ここでですね一旦トップジェルで綺麗にコーティングしていきます。綺麗に光のライン通るようにコーティングしていくんですが、薬指、特にですね周りの部分、リングのような形でですねデザインをしている分、中心部分がへこみやすいので、そこの部分にしっかりとジェルをのせてあげて、光のライン通してあげてください。硬化が終わったら未硬化ジェル拭き取っていただいて、形まで整えていきます。ジェルの基本的な硬化時間に関しては、カラージェルを塗っていく時とかですね、トップジェルもそうなんですが、私はだいたい20秒から30秒ぐらいで仮硬化で進めていって、最後の指を塗っていただいた後にですねしっかり1分から2分ほど硬化していくので、そんな風にやっていただくといいかなと思います。では続いてこの100均で購入したノンワイプのマットコートを使っていきたいと思います。先ほど中指でもご紹介をしたんですが、こういったアートのところにですねマットコートを使っていくときは、パレットとかに入れていただいてですね、そこからこんな風に筆で塗っていただいた方が塗りやすいと思います。そしてこのマットコートなんですが、このライトに入れても瞬間でですねマット仕上げになるので、しっかりと硬化時間は持たないといけないんですが、私が普段使っているものと比べてもほとんど同じ仕上がりになるので、この100均のマットコートは結構お気に入りになりました。これはあると本当にこれから秋冬ですね、いろんなデザインに使っていくことができるので、これは本当におすすめです。でミコカシル拭かなくて大丈夫なんですが、ちょっと普段の流れでごめんなさい、癖で拭いてしまったんですけれども、続いてですね、ここからネイルアクセサリー、アイシングジェルとミラーパウダーを使ってアクセサリーを作っていきます。この薬指のリングのところに関してはよく本当にピアスとか、あとアクセサリーだから、ネックレスとかですかね、でよくあるような形をちょっと想像して作ってみたんですけれども、ただのこのリングではなくってちょっと変形した感じ、結構今人気だと思うんですけれども、こんな風に遊びを交えて作っていただくのもいいと思います。でしっかりとですね、周りの部分と内側の部分に膨らみを細筆を使ってつけてあげてください。で硬化していただいてからミラーパウダーこすりつけていきます。このリングの形だけでもすごく可愛いと思うんですけれども、やっぱりこのアクセサリーミラーでですね、こんな風にやっていただくことによってこのリングが結構本当に引き立ってくるので、人気のこのアクセサリーネイルですね、こんな風にアレンジして付け加えていただくといいかなと思います。でこのマット仕上げのところはちょっと散ってしまったものを綿棒で取っていただいて、後からこのミラーをやったところですね、コーティングをしていきたいと思います。で同じように親指そして中指もですね、少しアクセサリーネイルを入れ込んでいきます。レオパード柄は本当に毎年ですね、この時期に人気になってくる柄の一つではあるんですが、それをですね毎年やっていく中でも、その時その時のこの流行りをですね少しずつ入れ込んでいただくと今風に仕上がってくるので、そんな風に毎年楽しんでいけたらいいなと思います。やり方だったりとか、やっていることは同じでも、やっぱちょっと変えていくだけでいろいろデザイン楽しんでいけると思うので、そんな風に楽しんでみてください。そしてこのマット仕上げのところはですね、トップジェルでも、アイシングジェルでもいいので、上からしっかりとですねミラーをこすりつけたところ、もう一度膨らみを出すような感覚でコーティングしてあげてください。で続いて100均のスタッツセットを使って少しですねゴールドでアクセントを出していきます。私ちょっと爪が長くなってきたので、先端のところにちょっとアクセントを置いてみました。でこのスタッツを入れたところをノンワイプトップコートを使ってコーティングしていきます。中指と親指に関してはですね、このマットコートを塗ってないところだけをですねミラーをやったところから入るような感じで塗ってあげてください。はい、こんな感じで完成です。いいねと思ったらいいねボタンお願いします。100均のカラージェルや、マットコートだけで十分素敵な今風のデザイン仕上がってきます。でそこにですねあると便利なアイシングジェル、そしてミラーパウダーを組み合わせていただくと、こんな素敵なデザインに仕上がってきます。是非やってみてください。そして今回ですね使っていた道具はこんな感じです。100均のカラージェル、そしてクリア代わりに使っていくベースコート、これ割とちょっと粘着があったのでちょっとネトネト感が強かったので、ベース&トップコートの方がクリア代わりに使いやすいかなと思います。であとはノンワイプトップコートとノンワイプのマットコートですね。そして100均のスタッツセット、これも結構使えるので便利です。でこのベルベットパウダーなんですが、これごめんなさい、私ちょっといつ買ったのか覚えがなかったんですが、割と安く売っていると思いますので、ぜひ買ってみてください。でアイシングジェルとミラーパウダーです。これだけの道具です。はい、ということでいかがだったでしょうか。あるといい必須アイテムを除いてもですね、100均のもので十分楽しんでいけるデザインになっています。ぜひ楽しんでやってみてください。続いて我が家のちょっとした出来事です。我が家のちび息子、前回の動画でもご紹介したんですが、最近本当によく笑ってよくおしゃべりするような感じがあるんですけれども、下娘が偶然ですねちび息子が寝ているすぐ真横にティガーのぬいぐるみを置いたんですが、色が明るいからかすごく目に入ったみたいで、ものすごくティガーを見つめている姿がまたまた偶然面白ショットになったんですが。なんだか一生懸命ティガーに喋りかけているような見つめているような喜んでいるような感じがしたので、ちょっとわざとですねティガーのぬいぐるみを取ってみたんですが、やっぱり目で追うので結構やっぱこの色がですね目立つんでしょうね。とっても面白いショットでした。そしてまたまた我が家のおてんばした娘なんですが、今度幼稚園で行われる運動会で踊るダンスを一人で練習していたんですが、抵抗し抵抗しと言っていつもちょっと前からですね歌うので、テレビで見る人の名前を何で呼んでいるんだろうとずっと思っていたんですが、ようやく分かりました。きっと幼稚園の先生が子どもたちに教える時にリズムに乗って教える感覚が子どもたちに入り込むのか、リズムに乗って「手腰」というのは手を腰、そして「立つよ」というのが立ち上がるというような感じの歌振り付けみたいな感じになっていました。さすが幼稚園の先生ですよね。確かに歌みたいにすれば子供って覚えやすいですもんね。ようやく謎が解けたんですが、もうすぐ運動会なのでちょっと楽しみです。また本番がどうだったかご紹介していきたいと思います。以上、我が家のちょっとした出来事でした。それでは今回も最後までお付き合いありがとうございました。